日記の内容物見ていこう。まずは左右のホルダー。昨年同様帯に通すタイプのやつ。今回回る仕様になってます。上から普通に装填できます。大型の場合に回る機能いいかもね。続いてゾンビレイズバックル。見た目は檻っぽくなってます。そしてここの鍵っぽいのをひねると展開。この手の感じがプリミティブみたい。ちなみに鍵っぽいのはどっち方向にも回ります。ドライバーの認識は鍵を回したとき、鍵にバネがあって戻るので、本編のようにひねってから戻すはできません。最悪取り除けば再現できるかも。戻すときは逆の手順ですが、上側が閉まりにくいため注意。ロックの爪のところを意識すると閉まりやすい。最後にバッタの ID コア。形は前回のものと同様で、色が紫になってライダーズクレストがバッタになってます。それじゃあ変身行ってみよう。まずはエントリー。音声は共通だけど、コアが変わるだけで印象変わります。続いてゾンビ。展開状態がかなり大きい。これ撮影するために、タイガーをもう一つ入手しておいてよかった。視察。効果音にどこかの社長味を感じる。近くでやってみよう。ブーストと組み合わせると、ビルドでウベストマッチみたいになります。ブーストと合わせることによって、完成された変身音っぽくなるのいいね。というわけで今回は、セット版に入っている、ゾンビレイズバックルを見ていきました。一応明日単品版が発売ですが、先に欲しくて買っちゃいました。これで撮影用と遊ぶ用で2つになった。バックルに関しては、飛び出す絵本的なアクションがあって、面白いと思います。